よし、うおうまい。7点は多分、あ、全回転だ。ペンペンペンと、あれ来た。ありがとう。あー気持ちいい。はい、寝台の取説でございます。ノーキックスでございます。本日打ちます機種は、ラブ城極上のハーレム体験ということで、この台もう初代から数えると3作目なんですけど、地味に僕初代から好きなんですよ。ただ、2を最後に10年ぐらいかな、そんぐらい出てなくて、パチンコはすごく久しぶりのデビューです。スロットはねちらほら出てるのは知ってたんですが、今回はこのラブジョー打っていきますということで、まあ多分視聴者さんの方は男性の方が多いのかな。気になるキャストさんを選べることができます。今回9人なんですね。ただ僕は女性に全く興味がないので、ランダムというかね、フリーで打っていこうかなと思います。今夜もドル箱に出てた岸飛鳥さんもいますが、もうフリーでいきます、ランダムで。あ、岸さん出てきた。さあということで打っていきましょう。まあカスタムとかもいろいろあるんですが、とりあえずデフォルトで打っていきます。まず情報として先バレ的なやつもございますのでね、それもまあおいおいできたらいいんですが。さあということで、P ラブ城3極上のハーレム体験、スペックの方なんですが、319/1のミドルスペックで、ラッキートリガーではございません。ラッキートリガーではないんですけれども、まあそれぐらいの出玉力はありそうですよ。319/1で図柄揃います。で、ラッシュ突入率がなんと 80% あります。ただ振り分けの 80% でラッシュ入って、残りの 20% 引くと3ラウンド通常で時短も何もつかないから、319引いたらもう振り分けが全てです。 80% 取れるかどうかで、この 80% の中の 2% が3000発直行で、ラッシュに入ります。で 78% が3ラウンド取ってラッシュということなので、まあ初当たりの基本戦はラッシュの3ラウンドかな、450個取ってラッシュに入るんですが、このラッシュがいわゆる、まあ、ST 型ですね。1種2種混合機なんですけど、30.7/1 を、34回転プラスザンホル4回転の合計38回転で30/1を狙っていきます。でラブ城のすごいところが、右打ち中の振り分けですね。この継続率自体は 72% とそこまで、まあ、低くもなければ高くもないんですが、この一発がでかいんですよ。なんと大当たりを引いたうちの右打ち 50% で3000発取れます。でさらに、50% は、1500個と、まあ、当たれば最低でも1500個もらえるし、 50% で3000発で、3000発っていうのが、まあ、10ラウンドの1回目と2回目があって、1回目が電サポ実質次回まで大当たり濃厚になるので、まあ、そこで3000発取れますよっていう形ですね。ただまあリゼロ2とかと違って上乗せっていう概念がないので、まあ、3000発引いたら一旦そこまで、でまたそこから 72% の継続率でラッシュ頑張っていきましょうというスペックでございます。だからまあ初当たり引くのはもちろんだけど、80% っていうね、割と低めのハードル乗り越えてから 72% の継続取っていけるかどうか。だから3連チャンしても全部50発、いい方の50発取れればそれだけで9000発もらえるんで、いかにこのいい方の50% 上振れられるかっていう感じですね。まあダメな方引いても1500個もらえるんで、そこがいいところかな。で、注目演出4つあるそうです。で1つが、まあ、先読みとか当該で入るバースデーゾーン、これが 68% で、戦国乙女とかね、これ平和さんのアムテックスか、この台は系列なので、戦国乙女でいうところの萌えカットインみたいな。でこの萌えをひっくり返して言ってるのか分かんないけど、エモカットインっていうね、エモいと萌えを逆さから読んでエモなのか分かんないですけど、エモカットインが発生すれば 73%で、この時の衣装が金の水着だったらさらに熱いという話でございます。でそして3つ目がパンダ軍ですね。これがおそらくリーチ後に出るのかな、パンダの軍が発生すれば 79% で、このパンダがキャストさんの手書きだったらプレミアムだそうです。で最後サプライズムービー、これが変動中だったりいろんなところで、
ブラックアウトをきっかけに発生する激アツアクション、これが 74.9% で、いずれもね割と分かりやすそうな感じだったんで、初打ちでも、まあ、なんとなく分かるんじゃないかな、この熱いさじ加減っていうのは。で他にももちろん赤保留だったり金系の演出だったり、この辺はまあ平和さんのシリーズではおなじみですね。大チャンスとなります。で結構ゲーム性というかリーチフロー的なのは割とシンプルめな気がしてて、弱そうなリーチの外れた後にも救済系の妄想リーチっていうのもあったりするんで、このゲームフローを見てる感じ割とバランス良さそう。なんかねこういう待ちどころのリーチも分かりやすそうだし、救済系のリーチがあるのも高ポイント。今左にカードチャンスって刺さりましたね。ちょっとその画角からだったら見切れてたかもしれないけど、おラブリーチ、天敗師ラブリーチは約 20%、 この上に激アツあります。あー疑似連しない、スーパー濃厚ぐらいか。あ裏ボタンありますねここ。あ短裏ボタンの受付時間短、おなんか発展してる。あーなんか前半後半があるのかなこれ。まだまだもう一個ありそうですけど、あーダメか。あーからのまだある、まだある、まだいってるよ。なんか熱そうじゃないこれ。あこれ妄想か、これ妄想リーチですね。あの救済系で約 20% オーバーで、カットインの赤発生すれば約 65% と、まあ、赤カットイン待ちか。で最後レバーだったら大当たり。ちょっと信頼の取説こういうので当たりがちだから。あーでもなんもないな、厳しいか。あーダメでした。やっぱカットイン赤とか欲しい感じですかね。なくても当たりそうだけど。おあジベヤ行きましたね。これ私生活ステージっていうのかな、ちょっとチャンス。これカスタムでねこの私生活のステージに固定することもできるんですけど、それしてない場合で入った場合ちょっとチャンスらしい。まあ、どれぐらいチャンスなのか期待度まだ出てないんですけど、そんな熱くなさそうですけどね。準備完了でネクスト。あいた、まあ、今のところそんな熱さは感じないですけど、どうなんだろう。ちょっと弱いかな。あまだ行く、あまだ行きそうですね。今日初の疑似3連101回転目 OKOKOK。 疑似3行けば、まあ、20% ちょい。いや金系欲しいな。緑保留か、なんか微妙ですね。あドキドキ度 80.7 ポイント、これね右下のドキドキポイントは90超えないと熱くないみたい。でここのボタンでもねエモカットインとかあったんだろうな。あー金系ない、弱そうで、ここ発展時の画面に天使が待ってれば激アツです。まあガロでいう魔天使ですね。でこれアフターチャンス、ここと成功すればアフターリーチ発展します、アフターデートリーチで、ここボタン長押しでハートが赤までいけば発展濃厚なんでしょうけど、緑のまんまですね。これ完成すればアフターデートリーチ。おお、いった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 。これこの時点でチャンスです。やっと王道のスーパーリーチに発展します。でここからどこに行くか、役物完成して温泉行けば熱い。あー温泉じゃない、あまだ分かんないか。いやこれは観覧車かな。あー観覧車だ。温泉以外はどこのシチュエーションも信頼度一緒です。タイトルとセリフ色どっちも白ですね。であとあのキャストが、このキャストさんがもじもじしてればチャンスアップだったりで、最後のあのこのプレイヤー側っていうのかな、このもっとこっちに来なよって言ってる側のセリフが最終的に赤とか金になれば熱いです。その時の文言がね、あの愛してるとか俺の女になれよって言えば激アツみたい。俺の女になれよって言ったら大体
逆に引くイメージあるけど、この台では激アツだそうです。でこの後ですね、待っての後、あこの大好きだよがデフォルトです。大好きだよの方が女の子に通じると思うんだけどでちょっとチャンスアップがないので、最後レバーとかね赤ボタンだったらいいんですけど、なんもない。はい、これが王道の流れですね。まあ、割と分かりやすいと思います。初打ちでもなんとなく分かる感じかなと思います。で今あの観覧車行ったじゃないですか。で次にまたアフターデートリーチ行った時、同じシチュエーションが2回続くと大当たり濃厚という法則があるらしいので、次発展した時に、まあ、温泉行けばチャンスだけど、もう1回観覧車行けば大当たり濃厚です。これを覚えておくと楽しいかも。まあでも2回も同じデートだったら女の子としては嫌だと思うけど、何なんでしょうねこの矛盾というか。あら、また部屋戻った。入賞時とともに部屋行って、入賞時フラッシュ的なの入ってますね。へえ、入賞時に部屋行くことあるんだ。マリーナの部屋さあこの辺どう、青保留。一応ね、変動開始時にロゴが落ちて、出会って3秒即デートっていう予告もあるんですけど、それも今日出したいんですよね。それが発生すればそのまま SP リーチに発展するんで、まあ、今回はなかったですけど。さあ疑似2連、このかける2が赤だった場合、おそらく疑似3濃厚かな。もう1回いこうか。あー、疑似2だけどラブリーチ、萌えカットイン、あーない、萌えカットインじゃない、エモカットイン、あー弱いか。あ、でもアフターデートチャンスには発展するんだ。ちょっと弱いか。壁ドン、緑止まり、まあ、さっき緑止まりでも発展したけどない。こっから妄想は、あ、まだやる、吸い込まれれば、あ、いたいたいた、結構いくな。諦めてへそ埋めてましたけど、赤カットイン欲しいよ。ここの文字色もありそうですけどね。でこの蝶々がすごく南国育ちの蝶々っぽい。あー、カットイン、これでも 60% オーバーのやつあるよ。あー、ボタンだけど、はい、おーしゃだったやっぱね、信頼の取説、救済リーチで当たりがち。152回転、ちょうど今1万円目をプッシュしたとこですね。よかった。ちょっとね、王道とは外れてますが、これで図柄揃い 80% でラッシュ入ります。でおそらく全回転とかしてないから3ラウンドだと思うんだけど、このあと VIP 図柄に昇格すればラッシュ濃厚です。ここでね、なんか女神降臨みたいなのが入ればラッシュ濃厚だったんですが、なさそうですね。頼む 80%、 どん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 、 VIP 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 落ちて、はい、おーしよかった、さすがにね、よかったよかった。これで 80% 取ったんで、連鎖ポ34回転プラス4回転のラッシュ入ります。ありがとう、名前わかんないけど、長澤まりなさん、ありがとうございます。はい、すごい、この音響がね、ちょっと伝わりづらいと思うんですけど、めちゃくちゃ立体感があって、結構激アツの時とか大当たりの時に、なんかこういうささやきみたいな音響強めのボイスで迎えてくれます。あー、キャスト選ぶ、ここも選べるのか、まあ、ちょっとよくわからんからフリーでいきましょう。さあここから34回転プラス4で、最初の4回転は高速消化っぽいです。星名さん、星名瑞希さん、美月さん、わかんないけどよろしくお願いします。当たり取れば 50% で3000で、これ今高速消化中、来た来た来た、これも当たり取りました、ご褒美ラッシュ、うまい。でこれ一応保留連の演出にも該当します。さあこれで1500個、
さらにはない。あ、今のボタンプッシュで3000の告知だったのかな。だから今のは2回転で30分の1を引いたけどダメな方の 50% を引いてしまったという感じですね。いや、ここ3000取りたかったな。さあこれで、10ラウンド取ってまたラッシュですね。で保留連してればここで告知が入るけどなし。さあここから34回転あっという間です。もう天パへすればチャンスで、点滅保留もあるんですけど、点滅でも、なんと信頼度が 62% と、点滅保留になっただけでも激アツです。あーやだ、終わっちゃいそう。いやね、 72% だからね、ここの継続率は。30分の1が引けない。うわマジかー、しょぼれんだ。はい、2連チャン1950個、ここの終了画面も秘密ありそうですね。さあ残保留はどう見せてくれるのかな。あー、なるほど、もうここで高速消化なんだ。あー、終わっちゃった。あっさりでございました。とてもこれで、約1800個出玉、まだマイナスですね、まあ、めげずに打っていきましょう。で電サポというか右打ち終わった後、この賢者タイム、ワイズマンモードっていうのかな、賢者タイム中はリーチになれば激アツ、まあ、おそらく大渡り濃厚だと思います。平和さん系列にありがちな右打ち終わった後の数回転、十数回転限定のモード。お、来た、なんだこれ、入賞時これ見つめ合いタイムじゃない。これあの ST 中にある演出だと思うんですけど、ひたすら見つめ合うリーチなんですよ。うわ、びっくりした。キュートキュートってこれ、え、当たりじゃないの、これキュートキュートってランプ、あ、違うんだ。今このキュートキュートっていうランプ、右下にランプあるんですけど、これ光れば当たりなんですよ。だけど今キュートキュートってなったから光るのかなと思ったら光ってない、ただのアフターデードリーチ。うわー、水族館か、ちょっと当たりかと思っちゃった。さあボタン、あー白い、あーダメか。あんだけ見つめ合っといて、罪な女だね。復活はない。うわー、当たりかと思っちゃった、あの長さ。お、あー、バースデーゾーン、びっくりはてな。とか煽りが独特だなこれ。どんぐらいで入るんだろうなこれ。おお、いった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 、マジでこんなので行くの。入りました、信頼度 60% オーバー。うわー、保留埋めちゃった、もったいな。ちょっと好きだなこのバランス、こんなのでも入っちゃうんだもん。さあ疑似2連では終わらないでしょう。 OK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 、 かけさん金、金、あー赤か、あー赤。でもこれ入った時点で相当熱いはずだから、もう一個ね、なんかサプライズムービーとかエモカットインとか欲しいところだけど、赤、よし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 。さあここでプチュン、あれー、お店のロゴ赤、天使は、あ、いないな、あれちょっと尻下がっていってないこれ。アフターチャンス、バースデーゾーンですよ、誕生日ゾーンよ、誕生日にわざわざね、アフター行かないでしょう。誕生日にアフター行くって、それすなわちもう OK ってことじゃないの、知らないけど。さあ頼みますよ、これは外したくない、今日一の展開。
前回ショッピングだったからもう一回ショッピングでもいい。あ、温泉だ。熱い熱い熱い。この時点で 50% オーバー。あー、赤タイトルいいですね。 62% あります。温泉の場合はテロップ赤も同じぐらいで、温泉でモジモジしてたら大当たり濃厚らしいです。これモジモジしてないね。モジモジするときわかるのかな、色っぽいね。この後だと思うんだよな、モジモジ。多分これ音変わってるからこれモジモジじゃない。だとしたら大当たり濃厚ですよ。あ、赤くなった。あ、温泉行ってお泊まりしないの？日帰り温泉。さあ、ここあ、いやでもね、今のモジモジだと思うんだよな。音変わったもん。多分当たりだと思う。そう信じたい。さあ、ボタンの色、あ、白だけど大丈夫だと思う。よし、165回転目当たりました。いや、このねバランスすごく好きです。あんなね先読みゾーン入るかもっていう保留変化だけで入ってくれるのすごい嬉しい。ちゃんとね大当たりすると方言になってくれるっていう嬉しいポイントもありますけど、大事なのはここから 80% 女神降臨してもいいんだよ。どこでするんだろうな。あー、ないか。いや、もうこれは大丈夫でしょう。 80% だもの。はい、例えば早めにドンと来てくれてもいいんだけど、この辺でも落ちておこう。し、2回連続ラッシュでございます。まあこうでなくちゃね、 80% 突入は。ということで、ギリギリ持ち玉内で当たりました。今度こそ伸ばすよ。いやー、いいバランスだな、すごく好き。3000引きましょう。この台の魅力である 50%3000。 さあ、1,2,3,4 当たらず。ここから普通のラッシュですね。いいよ、煽るだけでもチャンスだと思う。テンパイすれば、あ、来た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 、押し込めばチャンスで、これチャンスアップパターンがあるんだけど、どうなったらチャンスパターンかちょっとまだ分かってないです。はい、押し込んで、押し込めば 40% 以上。よし、テンパった。でこのあとビップリーチに発展すると思うんですが、どこに行くか。バー、ラウンジ、プール。あ、バーか。バーはね 38% しかないんですよ。プールだったら 77% あったんですけど、でこれも通常時と一緒で、まあ、テロップの色だったり最後の口説き文句ですね。このあと、あー、弱い。全部デフォルトだ。いやー、取りたいなー。あー、全部デフォルトからの復活はあー、ない。いやー、初めてのテンパイ失敗しちゃった。ちょっとやだよー。1回ぐらい3000引かしてよー。34回転はね短いよー。もうちょい長いことやらせてほしい。お願い。からのあー、ない。あ、何、なんかドキドキしてる。チャンスじゃないのこれ。残り回転数ドキドキ。多分テンパイはすると思いたい。よし、キス。どうなんだろう。赤ずがらテンパイなら大当たりの横とかありそうだけど、プール来た。 77% 一番熱いです。でもチャンスアップ欲しい。見とれちゃってたよ、スケベなんだから。あ、これモジモジしてない？あ、違うか、ボイスが普通だった。でもモジモジパターンだと思うけど、でも弱そう。なんか今のカットちょっとなんかありそうな気がするけど、レバー、よかった。ギリギリ29回転目で仕留めました。さあ、ここで 50% 3000か1500か。これね、図柄揃った後にフリーズが起こる場合もあるんですが、そうなれば3000濃厚とのこと。このあとプンプンプンと、あれ、来た。ありがとう。
あ気持ちいい、このプチュンの音、バイオハザードと一緒さあこれで3000でございます。でこの3000を引くと新しいキャストさんが追加されるっていう、今野アンナさんと天木純さん。今野アンナさんはあれですね、女だらけの水泳大会にも出てましたね。でこれでプレミアムボーナスとなって3000でございます。よかった引けた引けた。だからこの2人を次のラッシュでも選ぶことができると、せっかくだから。今野アンナさん水泳大会からお世話になってました。うわ大丈夫今の水着一歩間違えたら出ちゃいそうだけど。さあ保留内は当たってない。さあ頑張っていきましょう。またここからうわ終わっちゃうよ。保留変化も一切来ないですね。まあ点滅でも 60% オーバーだからそう簡単に来ないと思いますけど、うわー難しいな。 70% 継続。おあーどうなんだろう。男女の間に友情は存在しない、それはそうだと思うよ。成立するのはゲイと女子だけだと思う。はい、紫全然当てになんないな。ああいやー難しい。ここの 72% 継続が難しいですね。ああここで連チャンさせられる人がいっぱい弾出せるんだろうな。さあここのリザルト画面絶対秘密あると思う。ああなんもない。これはあの3000取ったよっていう証拠ですね。さあ残保料一気に消化。ここで告知入ることもあると思う。はい210。まあまあ多分やっぱり突入率が高い分継続率 72% これが現実ですねいかにここで連チャン取れるかどうか。通常時面白いんだけど右打ち難しいっすね。お先輩ライン赤久々ですね。ああ疑似さん行く。おおいいねいいねいいね。ちょっと話が変わってきた。ただの緑保留だったけどこんなんでも当たったら最高なんだけどね。あなんかよおっいきなし。これあれだサプライズムービー。緑保留のただの疑似さんからこんな急に熱い展開来るの好きだわ。もうこれで 75% で当たります。へえ、いやいいバランスしてるよ。さあ198回転目さっきのラッシュから初の熱い展開ですね。でもデート先が観覧車あれあれあれ大丈夫か。タイトル白セリフも白この流れでもありそうだけどやっぱチャンスアップは欲しい。もじもじもなかった。よあったあったあったよしよしよし愛してる 55% 温泉以外だとチャンスアップ1個だけだけど予告が激アツ1個絡んでるからどうでしょう。こんなんでも当たってくれたらすごく嬉しい。あんな金の花束渡したのにダメなのこれじゃあ。ゆらゆらゆら長い。あーない。おー今のでもダメなんですね。まあ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 嫌いじゃないですよ今のも。だって全然熱くない流れからいきなりねサプライズムービー発生して外れちゃったけど油断ならないっていうのがよく分かった。ああミササギラッシュか。これもチャンスの疑似連の一つかな。でこれあの貢いで貢いで大きいんじゃないの違うかで最終的にどのランクにたどり着くかで細客までだったら大当たり濃厚です。だから今ここで終わっておけば大当たり濃厚なんだけど多分超えちゃいますよね。あ中太客まで行っちゃった。中太客が一番弱い。ここは絶対超えてほしい。太客まで行ってあ行った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 。あまだかまだ中太客ここ超えよう。超えた。あエースまで行ってる。
あ、まだ太脚ね。太脚は 23% でもエースまで行きたい。あー、テンパっちゃった。エースだったら 23% だったんですよ。あ、違う、エースだと 72% かで、太脚が 23% だからね、ここの太脚とエースのね差がすごい激しいんですよね。いや、でも急に来ますね、変動開始時いきなりミササギラッシュが発生するっていう。本当気が抜けない。ローチャンスアップは厳しいでしょうですよね。まあでもいいよいいよ、分かってきた大体は。はい、ということで255回転で持ち玉のまれて2枚目でございます。1万円で2時間半遊べましたね。いや、3枚目入るか。この2枚目何も起きてないんじゃない。もう3枚目入れちゃいます。どうします、先バレ入れます。ちょっともう気分転換に、520回転ついに禁断の、禁断でも何でもないけど先バレピースフラッシュ入れます。はい、4枚目ですよね。誰に聞いてたって話ですけど多分4枚目です。はい、もう分かんなくなってくる。おー、来たー。先バレ入れてから多分115回転目ぐらい。これで 40% です。ルパンと一緒ですね、色は。色というか音か。でルパンと違って今回赤しかないんで、これ発生した時点で 40%。 さあ何が出る。多分この保留。あ、何もない。あ、あー、ミササギラッシュね。エースまで行きたいな。太脚までは弱いから、逆に細脚までだったら当たり。中太脚が一番弱い。太脚やだ。エース、エース、あー弱い。だいぶね長いことボタンを押させてもらったけど、一番微妙なところで止まっちゃった。いやー、ちょっと弱いよな。さっき終わったのは水族館でしたっけ。水族館、あー観覧車まんべんなく回すよねやっぱり。いやー、初の先バレ入れました、入れてなったけど全然ダメそうですね。こんなんでも当たればもっと押せるんだけど、いやー1個だけチャンスアップあったな。 50% 本当に 50% あんのかねこれ。カットイン、あーカットインない。まあ、入るだけでね 80% あるから、うわー1個だけじゃダメか。まあ今先バレやってみて思いましたけど、まあ好きな人にはいいでしょうよ、先バレ好きな人にはね、節約にもなるし。ただ僕としては先バレ入れなくてもちょっともしかしたら発展するかもっていうのがちょこちょこあるから、間が持つんですよね。先バレはもうなるかならないかじゃないですか。この台はね、この行くかなどうかなっていうバランスがすごく秀逸だと思ってるんで、それはなくてもない方が楽しめるかなっていう。はい、4万円目がなくなりまして5万円目入ります。で、ちょっともう時間的にもね差し迫ってきているので、次の先バレでもう当たろうが外れようがそれでやめにします。まずいな、5枚目がならない可能性が出てきた。いや、なると思うんだけどな、140分の1ぐらいだから。おお、来た。おー、久々、総投資48,000円、危なく6枚目入るとこだった。890回転目かな、この今おっぱいの準備中で、多分一番後ろの保留だと思う。さあこれはもう当てよう。まあこっからだもんね、この落ちてからの展開が大事だから。ん？あれ、疑似連は、あ、夜かなこれ、ときめきないと。よし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 、バースデーゾーン行ってほしかったけど、いいね赤ハートスタート。どうぞどうぞ、何杯でも飲んでどうぞ。おー、7点するかと思った
いいね、ラブリーチで多分ギジさん行くんじゃない。あれ赤ハートだったのに。オッケーオッケー、そう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 。今日金系一回も見てないけど、いやー赤か、なんかすごいの。弱金、ちょっと待った天使もいない。ちょっと最後の先場でダメかな。保留も変わらないんですね。完成しない方がいいんじゃないこれ。あーしちゃうよね、アフターデート。ハーレムも行かないしな。なんかすごく物足りない気分。あー温泉でもない、どうせショッピングでしょう。あテロップも変わろうよ。はい、もしもし、照れて、いや照れなさいよ、恥じらいよ少しは。セリフ、あー白い、足りないよな、どう考えても。ダメだよこんな服着てきちゃ、胸元アピールの。その気がないのにこの服着てくるのは良くないと思う。あー押しが弱い。ラストチャンスよ、もうカットイン。あー入らない。レバーか、当たるんだこれで、よかったありがとう。完全にダメだと思った。頼むよここ 80% 絶対必要。でも1個言っていいですか、しれっとプレミアカスタムにしてるんです。なのにプレミアムが出ていないということは、女神女神、嫌な予感、なんか余計なカスタム入れてしまったな、怖い。プレミアムなくても入るということを証明してくれ、頼む。あやばい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 、いか、あ行った、行くんだプレミアムなくても、よかった。よし、総投資48,000円、12,000発出せばプラマイゼロやれるよ。久々のラッシュ、891回転。あよかった、プレミアないからダメだと思った。いや意外性ありますね当たり方。結構今まで熱いの外してきましたけど気抜けないわ。よしで、これあの通常車のカスタムが生きてるまんまだと思うんですよ、ラッシュ中も。なので先バレが入ったまんまになってるから一旦そこは外そうかな。 72% 継続で先バレ入れちゃうと結構バランス悪い気がしちゃうんでね、プレミアアップカスタムしれっと入れてたけど一旦カスタム切りますね。はい、あ点滅保留 60% あるよ、ボタン効かない。あれこれ何今のカスタム選択画面になってたから効かなかったのかな。点滅保留 60% あります。でもね先バレ設定入ってるままだったんでなってないんだよな。あラウンジ真ん中だ、あ赤セリフなってなくてもいけんのかな。あれ、あ、OK、OK、OK、これいけんじゃない？なってないけど。6回転目、レバー、レインボタンだ。レインボタンって何？レインボーボタン。これどうなんだろう。多分カスタムが生きたままだったんですよこれ。ギリギリ。でプレミアカスタムもオンになってるから、プレミア3000濃厚とかじゃないのかな。特別やおからのブル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 、よし来た、取れた3000。もしかしたらプレミアムは3000の可能性が高いかもしれないですね。あー気持ちいい、よかった、諦めないで。難しい、いいよロングヘンド。あーこれか、ガセらないでガセらないで、押し込んで、前半がこれガセらなかったのに。よし、おーうまい、7点は多分、あ全回転だ、
よかった、3000濃厚です。ご褒美ですよ。はい、ありがとうございます。ご褒美ですからね、これは。皆さん、世の殿方、高評価ボタンを押してくださいね、今の映像を見て。あー、気持ちいい。ずらしてよかった。さあ、3000をあと2発取ればまくり、いける気がしてきた。あー、むずいな。もうちょい頑張ろうよ。間に合え間に合え、どうにかして間に合え。いやだラスト、先輩煽りも来ない。さあ、リザルト画面は普通っぽいな。もう一個ね、プレミアムボーナス出したかった、逆告白。さあ、残保留で当たったらどうなるのか分かんないけど、ここはもう全部一気に消化しちゃうから、ここで中ドカーンと来ない。あー、難しい。まあ実質3連でしたけど、振り分けがうまいこといい方の 50% 取れたし、まくりきれなかったけれども、まあ見せたい演出もいっぱい見せれたんで、この辺にしておきましょう。お疲れ様でした。はい、実戦終了でございます。 P ラブ城、極上のハーレム体験でしたっけ、打ってきましたけれども、最初ね1万円で遊べてたんですけれども、最後の方ズブズブハマって、なんかまさしくキャバクラのそれなのかなっていう、初回だけサービスするけど2回目以降はちょっとねお金取りますよみたいな感じだったんですが、投資の方が4万8000円まで膨らみまして、残った出玉が5600個、あと2回3000引ければプラマイゼロぐらいまでいけたんですけれども、マイナス6400個でございました。まあ最悪の事態は回避できたので良かったんですが、まあ、今回のラブ城、通常時めちゃくちゃ面白いと思います。いろんな発展の仕方、先読みが弱くても意外と発展するし、ちょっと弱いかなと思ってもね、最後の初当たりみたいにバシッと決まってくれる、いろんなパターンを見れたので、通常時に関してはすごく高ポイントでございましたが、ラッシュがねちょっと 72% っていう、そもそも継続率がちょっと高くないのに、やっぱりスピーディーにね最近の流行りに乗っかっちゃってるんで、そこがちょっともうちょい ST 楽しめれば、まあ、その代わり裏を返せば、まあ半分が3000、まあ、パパッと出てくれる台なので、まあ、仕事帰りのサラリーマンの方とかね、時間がちょっとないけれども夢見たいという方にはいい台なんじゃないかなと思います。まあ、トータルして僕はまた打ちたいなと思ったので、またいろんなところで打って、いろんなね、まあ、推しの演出も見つけたいし、ちょっとボーイさんが僕の好みだったので、あの女王の方々はね、多分のんけの皆様には、刺さる方いると思うんですけど、僕はあのボーイさんをね、落とせるなんかプレミアとかありそうなんで、まあ、それを見るまで、頑張って打っていきたいと思います。さあ、ということで、2024年5月新台の取説一発目だったんですが、今月はもう目新しい台が後半は特にないんですよね。なのでまた6月お会いすることになると思うんですけれども、また次回楽しみにお待ちいただけたら幸いです。それでは今回はこの辺で失礼します。さようなら。